パアニアセヨヒヨンです。はい、ということで今日はですね、すっぴんからのスタートで分かると思うんですけど、 Get ready with me を撮っていきたいと思います。で、さっき起きて声も出ない、顔もこんなむきみマックスなんですけど、とにかく言わずに始めますか。それではスタート。テンションが今こんな感じなんですけど、今日はですね、ゆきるねちゃんとこばしるちゃんとトーンの展示会に行くんですね。なのでちょっと今から支度をしたいと思うんですけど、まず使うのはこちら、ジョンセンメルのプリタクトサンウォーターフルって感じで、これは日焼け止めクリームになります。もうほんとザ日焼け止めで、テクスチャーがすごい良くて乳液みたいな感じなので好きです。これを顔全体に塗っていきます。今日ちゃんとした撮影が他にないので、肌はねちょっと休息させたいなと思って薄めのメイクにしたいと思うんですけど、でもその時にやっぱ日焼け止めをちゃんとしなきゃいけないってことを思い、なんかいつもフィンすっぴん風の肌とかファンデーションを薄めに塗るって言ってるんですけど、結局ファンデーションにその日焼け止め効果が入ってるかもしれないけど、それを薄く塗ってたら日焼け止め効果全然ないじゃんと思って、最近はメイクが薄くても日焼け止めはしっかり塗ってます。そしたら肌は守られたので、あとはちょっとニキビ跡を隠していくって感じですかね。で、そこで使うのがこちら、イットのバイバイなんとかコンシーラーです。これは前にも紹介した通り、ニキビとかできてる時にいいって言うんですけど、今ねちょっとニキビができちゃってるので塗ります。まあクマとかにも塗ってるけど、なんかね最近ちょっと花粉が出てきたのか、鼻がねムズムズするんですよね。ヒヨスギ花粉やばい人だから、しかもなんかニュースで見たんですけど、今年は2月10日ぐらいから飛び回ってるって聞いて、今日が6日か6日なんですけど、怖い、この季節来たかって感じ。花粉症とかで肌荒れしちゃうんですけど、なんかねあんまりメイクを塗りたくないから、綺麗な状態は頼もちたいなって感じだけど難しいですよね。はい、そしたらこれを薄く塗ります。メインショットのマイクロセッティングフィットクッション101番の色で、新しく買った方のやつなんですけど、こっちの方がマルチの人に合うって書いてあった、誰の肌にも合うっていう風に書いてました。これはほんと薄く塗ります。で、薄く塗るから最初の日焼け止めはしっかり塗るって感じ。昨日お休みいただいてディズニーシーに行ってきたんですよ。なんで行ったかというと、そのなんだっけ、ソフィアだっけ、新しくできたの、ソフランじゃなくて、でもソがつくと思う、すごいめっちゃド忘れしてしまった。で、それを塗るために行ってきたんですけど、まず最初に、まあ、絶対並ぶの覚悟で行ったけど、初めからめちゃめちゃ並ぶのはちょっとしんどいよねってなって、待ち時間がそのアプリで見た時には140分かな、そのぐらいだったんですけど、とりあえずタワーオブテラー行くかみたいな、タワーブテラーも65分待ちとかだったんですけど、まあそれに比べたらいいよねってことでタワーブテラー乗ってソアリンに行こうとしたんですけど、何時の時点だろうね、3時ぐらいの時点で、今並んだらもう閉園時間過ぎてますって言われて、えみたいな、3時の時点で閉園時間過ぎるみたいな。で、その日がなぜか閉園時間が7時だったんですよ。ヒヨンたち10時って思いながら行ったのに、えみたいな、やばい、肌止まってる、こんな感じですかね。鼻がね、ごめんなさい、詰まってて、なんか花粉で詰まってて、ちょっとあんまり聞きにくいかもしれない。で、眉毛はこちらです。アナスタシアのアイブロウです。ソアリンもちろん乗りたいけど、閉園時間までを無駄にはできないと思って、じゃあ今回は諦めようってことで他のを乗りに行ったんですけど、他のもねなんかちょっと寒くてね乗る気にならなくて、昨日はもうずっと食べてた、仕方ないから餃子ドッグ食べに行こうって言って餃子ドッグ食べて、でそこにホットワイン持ってたのでそれ飲んで、でも本当は船の近くにあるビールとなんかホットカクテルと骨付きソーセージが売ってるところがあるんですね。そこのホットカクテルが飲みたかったんですけど、まさかのフィヨンたちが行った時になんか機械の故障でなんか販売見合わせてますってなって、またみたいな、それ飲めなくて、で、まあ、ホットワインは飲めたんですけど、でその後にアリエルのショー見に行って、あれはめちゃめちゃ最高でした。やっぱアリエルが可愛すぎた。なんかすっごい最近涙もろくなってて、そのアリエルを見ながらもなんかすっごい感動して泣きそうになってた。
でそれを見た後にフィオンがインディ・ジョーンズの近くにあるフランスパンの中にソーセージが刺さってる食べ物分かるの人いません？昨日行ったらそれがなくなってて、なんかサラダラップみたいな感じに変わっちゃってたんですけど、すっごい美味しくてそれフィオン毎回食べるんですけど、それもねもう終わってたの。うん、そういう人生や。で、まつげは少しだけ上げます。まつげを上げたらチークは薄くしたいのでこれにします。 3CE マルチポット、これに関しては結構ピタッてくっついてくれるから、こういうちょっと手抜きメイクをするときにすごいおすすめ。手抜きメイクをするときはパウダーよりもこういうクリーム系の方が良い。なぜなら落ちないし、ハイライトって結局なんか肌ちゃんとしてないと浮いちゃう気がして、今日肌が薄いじゃないですか。だからもう本当肌にピタッて密着してくれるようなこういうパウダーの方がいい。ちょっと手抜きのメイクをするときはちょっとチークも広めにのせます。一昨日発表させていただいたんですけど、なんと今回ヒヨンのスタイルブックを出させていただくことになって、あの YouTube ライブで発表した次の日の Amazon の先行予約で、なんと本当嬉しいことにベストセラー1位になれて本当に嬉しくて、皆さん本当ありがとうございます。朝起きてスタッフの方からその連絡が来た時に本当に時が止まったの。って感じ。本当になんか2020年最初から本当にこんな幸せな気持ちにさせてくれて皆さん本当にありがとうございます。嬉しいが止まらない。本当にルミナイザーはこちら、エレガンススリークフェイス N クリームフェイスカラー PK105、 ちょっとねピンクがかってる感じのルミナイザーです。これすごい細かいの分かるかな。今回の本は、なんだろうな、タイトルがつべこべ言わずに可愛くなりますか、ヒヨン流のバレずにモデルあれこれなんですけど、今までヒヨンが得たヒヨン流の詐欺ポイントだったり、なんか好きなコスメだったりヘアアレンジだったり、まあ、ダイエットのことだったり、本当にヒヨンのあれこれが詰まってるものなので、結構内容がぎっしりって感じのスタイルブックになってると思います。みんなからこの前 A さんのストーリーで募集した質問コーナーで、本出すからその名前付きで質問送ってくださいっていう時に、あの応募させていただいた質問にも100個ぐらい答えているので、そちらもぜひチェックしていただければいいなって思います。みんなの名前も載ってるからね、なんかみんなで作れた一冊だなって思う本当に。あとね、結構ビジュアルの撮影も多分今まで見たことないフィヨンが見れると思う。てか絶対に見たことない、これは断言できる。えって思うと思う。え、ヒヨンじゃいいのみたいな感じに思うかもしれない。シャドウはあんまり塗らなくてもいいかなって感じなので、マスカラはこのデジャビューのものです。これをちょっと薄くね塗ります。今までヒヨンが絶対にやらないって言ったのに挑戦してるって感じ。これすごいみんなびっくりすると。アイライナーはこちらです。このラブライナーになります。色がねダークブラウンって感じ。最近もうマスクをして出歩いてるので花粉があるのでね、あんまりベタベタ塗ってしまうとマスク取った後も大変なことになっちゃうので、今日のメイクはこちらで完成です。じゃあフィヨンの青汁豆乳ココアでも飲みますか。作ってきますね。いい。でなんと昨日疲れすぎてそのままマッサージしないで寝ちゃって、今からウカのボディオイルでバランスを使って足のマッサージをします。超オイル。ヒヤンとしたことが。でもこのマッサージするのとしないのではね、朝の足の本当に軽さが全然違う。やり方は動画が出てるのでそっちをチェックしてみてください。全てにおいて習慣化できればいいのにな。マッサージもそうだし語学の勉強とかで、変な話お風呂に絶対に入るとかもう当たり前のことじゃないですか。だからそのマッサージする、勉強する、あ、できた。取ってきます。暑い、めちゃめちゃ暑いって感じで、まだ時間があるのでフィヨンはタラーン、このルアンジ東京っていうチョコレートなんですけど、これ多分フィヨン前あのインスタでクマさんの可愛いケーキをあのインスタで投稿したと思うんですけど、みんなわかるかな。
そこのチョコレートなんですけど、すっごい美味しくて、みんなにも食べてほしい。ちょっとね、単価で言ったら少し高いかもしれないけど、例えば女子会の時とかにみんなで割って買ったら全然高くなる。で、これが一つになってるので、これをちょっと朝ごはんに今日はしたいと思います。って感じで、この動画が楽しかったり、また見てみたいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。ケロン、アンニャン、皆さん、いってらっしゃい。